はい、こんにちは、原田農園です。今日は1月15日の、月曜日です。昨日こちら北条ハウスの中をですね、幸運して畝を立てたので、今日は、定食前のマルチを張る作業をやっていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、まずですね、マルチを引く前に、あらかた畝を立てているんですが、その上の畝の上の部分ですね、天板の部分が均等にまっすぐなっているかどうかを確認してですね、もし均等になっていない部分は、一番いいのはですね、手で持てる、1メーターか1メーター50ぐらいの板ですよね。こちらを用意していただければ一番いいんですが、ないときはこういう、助輪の柄の部分を用いてですね、表面を撫でるようにまっすぐしていくと、綺麗に整地できます。で昨日マルチを畝を立てる機械で畝を立てたんですが、もし手でやられる場合ですね、始めと終わりの、天板の角の部分ですね、天板がこう来てですね、その肩の角の部分、この部分に、糸を張ってですね、その糸を目印に助輪で、畝を上げていくという作業をすれば綺麗に、畝が上がります。はい、これはですね、またちょっとどっかの補助でやってみたいと思います。皆さん、手でやられる場合はどのように畝を上げればいいですか、という畝を立てをすればいいですかっていう質問がたくさんちょっとありますんで、小さいですね、路地の補助で今度実際にやってみたいと思います。はい、で、今日こちら使うのはですね、コメリに売ってるマルチ押さえ100個入りの袋を今買ってきました。ハウスの中なのであんまり風が吹かないと思いますので、これを何個か置きに止めてですね、最終的に、防草シート、畝間には防草シートを貼って雑草対策をしていきたいと思います。今日は、サニーレタス、リーフレタスを植える、マルチを貼りますので、うちはですね、穴開きマルチ、穴が最初から開いてるマルチですね。5個穴が、開いているものをうちは使います。まず最初に、引くところの最初の部分にマルチ押さえで何箇所かマルチを押さえてですね、こちらの、穴の中に助輪、クワなどの柄を入れてですね、引っ張っていきます。それではやっていきます。はい、最初スタート地点は念入りに4箇所止めて、こちらから、この筒の中に柄を入れてですね、引っ張っていきたいと思います。できれば2人1組で、作業すればいいんですが、ちょっと今はいないので、1人で引っ張っていきます。
マルチ押さえで、人を1個ずつですね、押さえる位置を決めて、マルチを張る作業はですね、一人ではできないんで、二人で、ピンと張りながら張っていきます。はい、今日の昼の休憩の作業は以上です。今ですね、マルチをかけたんで、これから転職していきたいと思います。あと3本ありますんで、毎日ちょっとずつですね、畝に、マルチをかけて転職準備をしていきたいと思います。はい、以上です。